UEFA ユースリーグ2019-20決勝のベンフィカ対レアル・ドリード戦が現地時間25日に行われる。ベンフカに所属する GK、国母レイ・オーブライアンも19歳も、の年代の欧州制覇に挑戦する。今シーズンの、州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1、月無料お試し実施中、UEFA ユースリーグは、欧州サッカー連盟、UEFA の主催により2013年から開催されてい大会。トップチームが同じシーズンのチャンオンズリーグ、CL に出場している32チームと、その、の32チームを加えた計64チームが、欧州の頂点を、決勝に進んだのは、ポルトガルのベンフィと、スペインのレアルマドリード。そのベン、以下のゴールを守るのは、柏レイソル U18 から2019にベンフィカへ移籍し、昨年 U22 日本代表にも招集された19歳の国母だ。国母は今大会グループステージ最終節で初先発した後、決勝ナメントに入ってからは正守護神としてベンフィカのゴールを守ってきた。ポルトガル00は決勝でも先発を予想している。今季の大会、新型コロナウイルスの影響により、決勝トーメントの途中で中断され、準々決勝以降は CL やヨーロッパリーグと同じく全チームが集まって集中開催。スイスのニオンで開催されており、ベンフィカは、クロアチアのディナモ・ザグレと、オランダのアヤックスを破って決勝に勝ち上がった。これまで決勝で2回敗れているベンフィカは、初の優勝を狙う。一方、初の決勝進出を達したマドリーのフベニル A-U-19 チームは B チームのカスティージャの監督であるラウール・ヌサレス氏が暫定監督として指揮を取っている。両